ーロン、ジャッジ、2打席連続17号ホームラン。これが本物ね。ダル、サイン盗みしてるぞ。あの、ピッチコムは。ボタン配置覚えれば普通のサインと変わらへんし、それを見抜くのは違反行為でもなんでもないよね。ちら。さすがサイン盗みチーム。大谷また負ける。すごいよ。ボール盗みしてるでしょ。本当にミット見てるなら腐るほど映像が出てくるはずなのにな。チェンジアップ苦手やと思ってたけど普通に打ったな。化け物やな。ちょうどトラウト衰えてきたから最強打者が世代交代した感あるわ。だから何？ピート、アロンソは20本打ってるけど。ちょっと前までな、リーグとホームラン数差ありすぎって思ってたけどあっという間に追いつきそうやな。レベルの低いな、リーグで打ったホームランなど無意味。大谷また負けてるやん。すげえなホームラン王いけるやろチラジ。チラ、さすがに今年も MVP かな。上原もにっこりや。ジャッジ、WBC よりヤンキースで世界一なることの方が優先、確かに。これやな WBC なんかで遊んでる大谷とトラウトがボッサルの弱小チームとは意識からして違う。チラジ。チラチラ見てただろ。2年連続 MVP をね。大谷との差がすごすぎる。どうすんのこれ。大谷 MVP 取れないよ。チラ見でサイン盗みしてるんやろ。粘着もやりまくってるしヤンキースやばすぎるわ。チラ。やってんな。一方日本の二刀流とかいうやつはてんてんてん。やっててもすごいな。敵地で MVP コールってなかなかやろ。これもう現役最強打者じゃん。仮にジャッジが DH 独占したらとんでもないことなるで。まあ実際ダルも後のチームはいろいろやってるって言っただけで、ルール違反やってるとは言ってないからな。ダルビッシュが真実を知ってるからな。